はいどうも皆さんこんにちは、山口誠也です。今日からデジカメで YouTube を投稿します。ということでですね、今日はこちらハンドスピナーをゲーセンで撮ってきたので、こいつで何回転回るかこのストップウォッチとともに検証したいと思います。では行きます。回してからスタート。行きます。これで6秒。これどこまで回り続けるかね。はい。ちょっとスマホのカメラとともに、ちょっとやってみたいと思います。はい、今17秒ですね。おお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 お。ああでもだんだんちょっとだんだん遅くなってきた。だんだん遅くなってきた。止まるか。あーちょっとこれもう止まりそうな感じかな。45秒。ってことでもう一回検証してます。2回ぐらいやってみますか。それでいきます。よし、さあさあさ、これ2回目で45秒超えれるかな。45秒なのかな、それかね。これね、あの桐崎英治さんとかヒカキンさんとかがやってましたね。さあさあさあ、ちょっと待って、もうやばい感じ。あーさっきより伸びんかったな。はい、1回目44秒、2回目35秒という結果で終わってしまいました。もう皆さんもこのハンドスピナー面白いんで、ぜひゲーセンとか、まあ、お店にも売ってるんで買ってみるといいです。で今オフ会、大阪のオフ会はですね8月12、13を一応予定しております。うちの父親も今あの休み交渉してるんで、会社の、そちらの方もよろしくお願いします。そして、山口誠也 T シャツがもうそろそろ完成するということですね。まあ動画やるときはそれを着てやりたいなっていうふうに思います。ということで山口誠也の今日の動画を終わります。では山口誠也の動画を終わります。それでは皆さんさよなら。山口誠也チャンネル、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。また明日の動画もチェックよろしくお願いします。それではバイバイ。